いいや、いいや、ハスター。皆さん、おハスター、こんにちは。ハスター、こんばんは。ハスター、オーマイハスターです。さてさて、本日はですね、こちら、愛の換金ご飯はバツバツバツチャーハンというね、ゲームの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、前回なんかエラーが出ちゃって、こう途中で終わっちゃったんですよね。多分そこからの続きでございます。ちゃんとね、続きも映りましたので、仕切り直しでやっていこうと思います。はい、じゃあ行くよ。壊れた樽だ。進むくんだね。なんだっけ、ヤンデレっぽい女の子に監禁された進むくんとはるかちゃんが2人でね、脱出するためにいろいろ道具揃えたりとか謎解きをしていっております。壊れた樽、なんだろうこれ。あ、何もない。これは鉄格子の扉だ。太いロープで固く固定されており、開けることができない。このロープ、なんとかして切れないかな。ハサミとか？そうだな。ちゃんとした刃物じゃなくても、金属の板でもあれば、ロープを切る道具が自作できそうなんだけど。金属の板？あ、はるかちゃんの方の部屋にあった気がする。気のせいか、なんかプレートみたいなのなかったっけ？違ったかな？蜘蛛の巣はないね、何にも。あとは、あとは？お、光が差して見える。向こう側に行きますか？行きます。はるかちゃんち。あ、違った。はるかちゃんの場所ではなかったね。排水口だ。特に変わったところはない。変わったところはない。これは？ゴミ箱だ。中に何かある。おう！ドライバーを手に入れた。こんなところにドライバーが。お目当てのものゲット！はるかに渡す前に、こっちでもドライバーの使い道がないか確認しておこう。なんか鏡とかをさ、ね、やるって言ってた気がする。あ、出れないね、完全に。封鎖されてますね。ゴミだ。役に立ちそうなものはない。トイレ。洋式トイレだ。洗面台だ。蛇口をひねると綺麗な水が出てくる。あと何にもないのか。本当にドライバーだけの部屋。ドライバー部屋。よし。戻りましょう。牢屋に戻りますか。はい。ちょっとセーブしていい？ハスセーブ、セーブ好きなの。よし、行きましょう。こう、失礼、くしゃみ出ちゃった。ドライバー、まず鏡だね、鏡を。よいしょ。キューいきなりくしゃみが出る、どういうこと？アイテム、アイテム。ドライバー。よいしょ。この鏡、外せそうだ。鏡を外しますか？はい。これを使えば見えづらいところも見えるかもな。そうそう、ここ、これだね、これ。この操作パネルみたいなのを見ようって言ってたんですよね。アイテム。鏡。鏡を使って操作パネルを確認した。反転してて見づらいけど、4桁の数字を入力すれば扉が開くとか、そんな感じかな。ちょっと電卓っぽい。ドラマだったら指紋を調べてどの数字が使われてるか確認したりするけど。え、そんなことできるの？あれか、綿みたいなね、パタパタするやつ。なるほど。ひとまずはるかにドライバーを渡すか。手紙は書いたし、餌はそこのチャーハンでいいかな。またその指チャーハン？指じゃない、爪か。よろしく。ミッキー、チュータだっけ。名前コロコロ変わるんだよね。あ、またガスじゃない、これ。またか、この煙。ダメだ、眠くて。バタンキュー、すやー。大丈夫かな、このガス。眠りガスなだけなのかな。お、はるかちゃん、今日もちょっと服装似てない、はずさ。
しいチャーハンを。なんでチャーハンばっかりなのよ。チャーハンしか作れないの？そこ？ま、どうせ食べませんけど。怪しいもんね。あ、なんて名付けたんだっけ。確か、そうだ、中古。あ、中だから中古になった。進むくんからの新しい手紙ね。ありがとう。進むの手紙にドライバーを手に入れた。ドライバー運べたんだね、ネズミ。ネズミっていう。チュータ？チューコ？どれどれ？なんて書いてあるのかな。はるかへ。ヘアピンありがとう。助かったよ。おかげでドライバーが手に入った。ネズミに渡しておいたから確認してほしい。ここから脱出するには扉の上部にある操作パネルで4桁の決められた数字を入力する必要がありそうだ。今手がかりを探している。指紋が調べられたら手っ取り早いんだけど、道具が足りない。役に立つかわからなくてもいいから、見つけたアイテムは何でもネズミに渡してくれ。何でもいいの？絶対に、絶対に助けに行くからな。もうちょっとだけ待っていてくれ。優しいね。ありがとう、進くん。こっちも頑張んなきゃだね。よし、ドライバーも手に入ったことだし、今まで調べられなかったところを調べるぞ。役立ちそうなアイテムを2つ見つける。2つ。まずドライバー、換気扇？換気扇じゃなかったっけ？どこだっけ？鏡？あ、ここだ、ここ。ここここ。ドライバーが必要。アイテム。ドライバー。金網を止めてるネジ、ドライバーで外せそうね。金網を外しますか？はい。太い釘を手に入れた。太い釘？他にも役に立ちそうなものないかな。ペラペラの布団。この花、ヤバい湖、ヤバい湖にたくさん自生してるんだよね。じゃあ普通だね。あの女が持ってきたチャーハンだ。あの女の狙いは進むくん。美味しそうだけど、私のご飯には毒が入ってるかもしれないよね。でもさ、生かすつもり、ん？死なせるつもりなら出さなくない？って思うんだけど。ノート、じゃあこのプレートかな。ネジで固定されてる。ドライバーがあれば外せるかな。これだね、ドライバー。あ、これドライバーで外せそう。金属のプレートを外しますか？外しましょう。金属プレートを手に入れた。これいいのかな、2つ。釘に金属プレート。進むくんに渡してみよう。使い道が全くわかんないな。まずはご飯をあげてっと。これ、進むくんへの手紙。それから釘と金属プレート。中古に手紙、太い釘、金属プレートを渡した。運べる？重そうじゃない？結構。ちょっと重いかな。いけるんだ。ネズミすげえ。中古すげえ。よろしくね。さてさて。そういえば、閉じ込めるための牢屋なのに、ドライバーみたいな工具が見つかるってちょっと不自然。確かに、なんか他の狙いがあるのかな。てんてんてん。まあいいか、そういうこともあるよね。なんかいい線まで勘鋭いけど、まあいっかで終わらせちゃうタイプ。これが命取りにならないかしら。大丈夫かしら。さてさて、夢かな、いつもの。ここは公園。この子は、ナズナだよ。あれ、誰だっけ。これナズナちゃんだったよね。ねえ、進むくん、こうするしかないよね。ビリビリビリ。あばばばば。女は
今は殺さない。まだやってもらうことがあるもの。はるかちゃんが生かされてる理由も気になるね。あの地下室でしてる計画、例の試薬の投与だけでは不十分、女のが必要。なになに、怖い怖い。そうだよね、お姉ちゃん。お姉ちゃん、新キャラ、ナズナちゃんのお姉ちゃん。うん、はてな、また眠ってた。あれ、ここは顔色悪い。大丈夫、スムくん。やばくない、そのガスやばくない。俺誰だっけ、俺誰だっけになってるよ。はるかからの手紙、どうだ。はるかは俺の彼女だ。あ、覚えてた。助けてって書いてある。助けに行かなきゃ。え、やばくない、記憶がなくなってない。あ、また来た女の子。これナズナちゃんなのかな。あ、また。え、はてな、え、お腹すいたな。食べちゃう。またちょっと赤いよ。あ、中子、ネズミか。何くわえてるんだ。はるかの手紙さん、太い釘、金属プレートを入手した。セスブ君へ、ドライバーありがとう。こっちでは釘と金属プレートが手に入ったから送ったけど、役に立つかな。それにしてもすすむくんはすごいね。扉の操作パネルの指紋を取ってパスワードを調べるなんて、まるで探偵さんみたい。そういう話してたね。こっちは暇で暇で死にそうなので、早く指紋を取る道具が揃うことを祈ってます。指紋を取る道具って、ドラマとかだと細かい粉状のものを綿みたいなものでポンポンしてるけど、それでいいのかな。だよね、パッポンポン、あの耳かきのさ、反対側みたいなやつ。指紋を取るための道具を入手する。ドライバーと、あ、あとあの向こう側に行きたいんだね。確か金属プレートで向こう側のなんかできるって言ってたもんね。ちょっと待って、セーブさせて。セーブセーブ、ここにセーブしましょう。よし、ここも気になるね。鍵穴もとっても見当たらないな。じゃあチャーハン見る、いつものチャーハンタイムする。今日はどんなチャーハンでしょうか。さあ、どん、トッピング。うえチャーハンに目玉がトッピングされている。綺麗な目玉だ。何の動物のだろう。は？え、動物？動物か。いや、でも爪でしょ、この前で髪の毛でしょ。明らかになんか人が解体されてってない？大丈夫？お腹すいた。食べちゃう？食べちゃう？これ食べる？食べないよね。怖い怖い。鏡ね、これね。指紋が取れれば数字が。じゃあまず、一番ハスタが分かってるところから行こう。あの、ここここ。ここを確か金属プレートみたいなのでもできるって言ってたよね。アイテムで、この小型じゃない、金属プレート。金属のプレートだ。文字はかすれていて読めない。これを、お？お？お？ここじゃなかったっけ？金属プレートと、あれ？あ、これと太い釘？釘で金属プレートに穴を開けてっと。開くのかな、釘で金属プレートに穴って。で、薄いのなら開くのかな。あ、はい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 。こうやって半分に折れば、あ、すごい、簡易のこぎりを作った。サバイバル力あるね、すすむくん。よし、簡単なものならこれで壊せそうだな。
よし、じゃあここで、あ、また使うんだね。アイテム、んどこだ、簡易のこぎり切りましょう。簡易のこぎりを使ってロープを切断した。扉を開くことができるようになった。開けましょう。お、なんかいる。人骨だ。人骨？紙切れを握りしめている。操作パネルに入れる番号、法則ある。大きい数字から小さい数字の順番。ほう、いい、いいヒントですね。早くここから出ないとガスが来る。ガス吸うと自分がわからなくな。誰かのメモを手に入れた。やばいやばい、今ずっと吸ってるガスじゃない？俺誰だって言ってたもんね。チェスト、小さい収納棚だ、収納棚だ。腐食していて開けることができない。何かでこじ開けられないかな。なんかあるかな。バールとか。あ、ほら、バールを使って棚をこじ開けた。ピンセットを手に入れた。あ、これ指紋採取に使えそうだね、ピンセット。次は指紋を取るための粉か。今持っているあれを削れば作れるかも。いや、まだ削るための道具がないな。先にそれを探そう。削る、あー、鉛筆の粉？粉状になりそうなのってそれぐらいしかないよね。これなんだろう。ここだけ他の壁と色が違うな。まるで後から埋められたみたいだ。少し掘ってみます。こわ。でも掘る。何が出る？あ、え？六角形のオブジェを手に入れた。何これ、妙な形をしているな。これあれだよね、チェストの、チェストだよね。ちょっとセーブしよっか。怖い怖い、ちょっと待って、何が起こるの？あの、チェストの模様だもんね。牢屋に戻りましょう。これだよね、ここが確か。この六角形のくぼみ、もしかしてアイテムはまるかな。六角形のオブジェ、このオブジェをはめれば。お、開いた開いた開いた。よし、六角形のオブジェをくぼみにはめ込むとチェストが開いた。よし。おお、カッターナイフを手に入れた。これを使えば指紋を取るための粉が作れそうだ。いいねいいね。これガスに気をつけろだね。え、じゃあ作っちゃう。もうもういいのかな、作っちゃって。多分鉛筆だと思うんだ。鉛筆の芯って黒鉛から作られてるよな。なのでこれをサクサクだね、ハスタ。カッターナイフでいっちゃおう。カッターナイフで鉛筆の芯を削った。黒鉛の粉を手に入れた。これを使えば指紋が取れるかも。あとは綿さえ手に入れば部屋のどこかにないか探してみよう。綿？綿といえばお布団とかどう？手術台だ。ベッドとして使うにはやや寒そう。せめて普通のベッドか布団だったらな。綿が入手できたのに。そういえば遥の方も同じ手術台なのかな。え、どういうこと？切り裂くの？手術台を。カッターナイフ？ん？何かヒントがあった気がしたんだけど気のせいか。ヒント？ヒント？あ、あ、そういうこと？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 手紙に書いてるかってこと？あ、違う。え、どれだっけ？なんか書いてたよね。あ、ん？これか？ん？お手紙ありがとう。ドライバー渡せば。あ、これ、追伸、布団がペラペラでとっても寝づらいよ。布団があるってことは、向こうで綿がもらえるかもしれない。そうか。遥の方には布団がある。布団を切り裂く道具さえあれば綿が手に入るかも。カッターと、じゃあ、ね、手紙書いてカッターを渡してみたいな。大体の道具は揃ったかな。あとは面状の何かが手に入れば指紋が採取できると思う。はるかに手紙を書こう。チュータ、これを頼むよ。その子はね、もう名前チューコに変わったよ。
じゃあまた中太にチャーハン与えて手紙とカッターナイフを渡した。よろしくお願いします。これやばいんじゃない？そろそろ4回目ぐらいでしょ。もうなんだ煙、もう忘れてんじゃん煙のことも。まずいまずいガスだって。う眠い。バタドサ。この部屋だけなんだねガス。ここ危険だわ。あの黒い悪魔がカサカサってカサカサって黒い悪魔出るの？それはやばいね。叩き潰すのに苦労したよ。あ、潰せたんだ。すげえな、はるかちゃん。たくましいな。すすむくん、早く助けに来てくれないかな。なんかはるかちゃん自力で逃げそう。逃げられそう。あ、チュータ、チューコか。来た。お、また新しい手紙だね。ありがとう。名前は、確か、ゴンベだっけ。ありがとう、ゴンベ。名前だいぶ変わったな。ミッキーからチュータに変わって、チューコに変わって、ゴンベ、ハスタでも覚えてるわ。進むの手紙さん、カッターナイフを手に入れた。どれどれ？はるかへ、ありがとう。おかげで指紋を採取する道具が揃いそうだ。あとは綿が手に入れば完璧なんだが、こっちにはそれらしいものがない。はるかのとこには布団があるだろう。布団を切り裂いて綿を入手できないか。ネズミにはこの手紙と一緒にカッターナイフも持たせておいたから使ってくれ。ところで頭でも打ったのか、どうも物忘れがひどい。なんだかぼーっとする。でも、はるかからの手紙のおかげで、今自分が何をすべきか自覚できてる。助かるよ、ありがとうな。やばいよ、進くん。すぐ助けに行くから、待っててくれ。もうすぐ道具が揃う。ってことは、もうすぐ進くんに会える。うん、私も頑張るよ。ちょっとガスのことわかんないもんね、はるかちゃんは。いや、じゃあこれをこれかな。下、敷布団はマットレスだし、枕は低反発クッション、掛け布団の代わりにタオルケットか。綿は手に入りそうにないな。綿？綿？綿かな。マジで布団じゃダメ？どこかに綿ないかな。じゃあさ、もうハスター分かっちゃったんだけどさ。やだな、かわいい。かわいいぬいぐるみ切り裂くの。君だよね、絶対。これ、このカーテンも多分綿にはならないよね。ゴミ箱にもないよね。ないね。お前だな。この意味深に置いてあるお前だな。よし。じゃあカッターナイフで、ぬいぐるみを切り裂いた。ふわふわの綿を手に入れた。やったね。綿見つけた。さすが私。じゃあ早速お手紙書いて。サクサクだね。はい、これゴンベイの大好きな小豆だよ。ゴンベイになった。ゴンベイ行ってこい。これはススムくんへの手紙ね。で、こっちは綿。ゴンベイに手紙とふわふわの綿を渡した。ススムくんによろしくね。なんでこんな部屋にぬいぐるみがあるんだろうね。謎すぎる。もうすぐ会えるね。嬉しい。なんかはるかちゃんも不思議なんだよな、ちょっと。はてな？あ、来た。え？てんてんてん。え、なに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 ？はてな？ここは？あ、お、すすむくんか。この子は、なんだっけ。やばいやばい。ねえ、進むくん。こうするしか、ないよね。ああ、ビリビリ。
もう忘れかけてる過去のことも。女は今は殺さない。まだやってもらうことがあるもの。あの地下室でしてる計画、例の試薬の投与だけでは不十分。女のが必要。はるかちゃんもやばいんじゃないこれ。それが済めば女は用済み。そうだよね、お姉ちゃん。誰の話をしてるんだ。お姉ちゃん謎だな。てんてんてん、はてな。お、あ、頭が痛い。ここどこだっけ。今ね、防音室の外から炊飯器でご飯が炊けた音がした。聞こえてないかな。ちょっとドキドキ。まあいいや。ここどこだっけ。俺誰だっけ。やべえ、すすむくんが。はるかちゃんからの手紙で思い出して。思い出せるか。はるか、はるかは、はるかは俺の。あ、やべえ。はてな。はるか、あ、もうわからない、わからない、もう。え、なにそれ。お腹すいた。いい匂いがする。チャーハンじゃないね、今回。ネズミ。これは。はるかの手紙4、ふわふわの綿を入手した。すすむくんへ。綿、見つけたから送ります。これできっと指紋採取できるね。扉についてる操作パネル、4文字入力できるんだよね。総当たりだと大変だけど、文字さえ絞り込めばそんなに大変じゃないよね。ここから脱出できたら、またあの公園でデートしようね。楽しみにしてる。公園？あれ？公園？え、ちょっと待って待って。指紋採取、操作パネル、やってみるか。ちょっとハスタ、公園引っかかっちゃった。セーブしよう、とりあえず。あ、でもそっか、公園、うん。最後に、はるかちゃんと会った場所、ヤバイ川だったよね。公園もあるのかな、ここ。え、もう、ハテナになってる。ハテナになってる。ピッキング。え、嘘、ヤバイ川の写真集、ハテナになってる。マジで？花は覚えてない？ハテナ？あ、もうハテナになってる。え、マジ？もうダメ？もう何にも覚えてないじゃん。ね。空のチェスト、ガス。やば、じゃあちょっと。やばそう、今回。チャーハンじゃないよね、これ。なんだろう。いきますよ。苦手な方は、目つぶっといてね。はい、ドン！ひぃ。人間の腕を焼いたもののようだ。ひぃ。肉の焼けた、美味しそうな匂いがする。やばい、すすむくん、やばい。ダメでしょ、これは。ちょ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 。せい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 、ちょっと、脱出しよう。やばいやばい。ふわふわの綿。ふわふわの綿と、黒鉛の粉。あれ？あ、ここで使わなきゃダメ？よいしょ。操作パネル、鏡を使って確認。で、これで指紋を取ってみよう。あ、できたね。指紋が残っているのは、254、あ、2579。あとは順番さえ間違えなければ。確か、奥の壁の方で、大きい数字から押すって言ってたよね。だから9752かな？多分、9752。で、いいんじゃない？お、開いた！よし。出られた。はるか、はるかを探しに行こう。はるかの元へ行く。ちょ、セーブ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 。
やばいやばいやばい。よいしょ。どこ？うわ、血？血？はるかー！おーい！この辺りにはいないか。ここは？おーい、はるか！どこだ？はてな。びっくり、びっくり。何か聞こえる？え？ここではないんだ。もうちょい、こっち？ぬいぐるみだ。はるか、いるのか？く、こ、よ、こ、よ。声が近い。え？セーブしますか？この先のエンディングで、エンディング分岐します。いや、セーブしますよ、そりゃ。ご丁寧にありがとうございます。お、よしよしよし。進むくん、私だよ、はるかだよ。はるか、待ってろ、今助ける。暗証番号、俺のいた牢屋と同じ番号なら。同じ番号で、あ、同じ番号なんだ、よかったよかった。ありがとう、進むくん。絶対に助けに来てくれるって信じてた。てんてんてん、やばいやばいやばい。さすが私の彼氏。てんてんてん、もうやばい、進むくんやばい。はてな、どうしたの、ぼーっとしちゃって。待って、明らかおかしいのあんだけど。抱きしめる、胸を揉む、てんてんてん、これちょっと待って。エンディングここで多分分岐するんだろうね。じゃあ、多分全部エンディング見ると思うんで、まず胸を揉む。胸を揉んでみよう。俺の彼女なら、俺のこの手のひらを包み込む、やす、あの何、包み込むようないいおっぱいであるはずだ、的な感じで揉もう。むぎゅ。いや、本当にはるかかなって、ちょっとチェックを。チェック、チェックやべえな。もう、やっと会えたと思ったら、心配してたんだからね。へへへ、へへへに力がない。あ、でも脱出できるのかな、これで。ここから脱出しよう。うん。おー、ノーマルエンド、真相不明。真相不明だった。待って待って、セーブセーブセーブしましょう。とりあえずセーブ。ノーマルエンドのエピローグを見ますか。見ましょう。じゃあ、他のエンディングに関するヒントなどを見ることができる。じゃあ見ましょう。お、ちゃんと公園っていうか、来れたんだね。また公園行こうって言ってたもんね。チュータ、久々のお散歩はどう？楽しい？え、今ハスタがチュータなの？チューチュー。え、そっか、よかった。あんまり遠くに行っちゃダメだよ。あ、あー、今ね、ハスタがチュータ動かしてる。すげー、話しかけられるのかな。あー、うー、やばない。あー、ごめんね、進むくん、ずっとこの調子なんだ。お家に帰りたくなったら私に話しかけてね。チュータ連れてきたんだ。え、何、もう廃人みたいになってんの。行くとかないよね。え、何も特にないよね。どこも行けないよね。これだけ？あと、はるかちゃんに話しかけるだけかな。もう行けないね。じゃあ、え、どうしたの？あ、ここはどこ？こ
ここどこって顔してるね。ここはね、私と進くんが初めて出会った公園なんだ。初めて出会った公園。あ、なんか嫌な予感してきた、アスタ。そういうこと？素敵な場所でしょ？あ、で、違うかな？ちょっとアスタ勘ぐりすぎかな？あの、アスタがちょっと思ったのは、これ本当にハルカちゃんかなっていう。これ本当にハルカちゃんかなってちょっと今思っちゃった。ナズナちゃんじゃないよね、これ。進はどうしたの？進くんに話しかけてみた？うん。ずっとこの調子なの。あそこから脱出した直後はまだマシだったんだけど、それから少しずつこうなっちゃって。今じゃ自分が誰かもわからないみたい。病院連れてった方がいいんじゃないですか。何らかの薬剤を投与されたせいってお医者さんは言ってた。あ、お医者さん連れてったんだ。でもね、私がそばにいるから大丈夫だよ。何が大丈夫なの？妹がいる。妹がいる。妹がいるっていう顔してる気がする。妹はいないよ。私、末っ子だもん。末っ子。末っ子ってことはお姉ちゃんかお兄ちゃんはいるってこと？やっぱそうなんじゃない？アスタの推理合ってない？これ。違う結末はあった？なんか、いろいろ納得してない顔してる気がする。納得してないよ。だって進くん、こんな感じになっちゃったし。私は進くんと一緒にいられるから、今のままで十分幸せだよ。けど、そうだな。進くんが助けに来てくれたあの時、もし、進くんが私のことがわからなかったなら、未来は変わってたかもしれないね。あの、てんてんてんかな。もちろん、良くない方向に、ね。これは、それ以外の可能性は、第三者の介入とか。第三者？なんて、そんなのあるわけないよね。やっぱちょっとおかしい気がする。まあ、とりあえず、帰るか。もうやることなさそうだし、もうノーマルエンド出ちゃってるし。いっぱい遊んで疲れちゃった？タイトル画面に戻りますか？じゃあ戻りましょうか。はい、とりあえずノーマルエンドクリアでございます。全然納得してないけど、ちょっともう一回やろうと思いますよ。あ、やばいやばいやばい。ススルくんが配信になっちゃった。じゃあ続きからやろうかな。ここからだっけ。あ、こっからだっけ。こっから確かエンディング分岐しますだったよね。じゃあここで、ん、あ、間違った。ちょっと待って、11じゃなかった。10からか。10からね、覚えとこう。じゃあ次はどうしようかな。全部見たいから、多分ね、てんてんてんをやると別のエンディング行くと思うんだ。でもこれ、はるかちゃんが、はるかちゃん、まあはるかちゃん、仮はるかちゃんかっこはてなを分かってるとしたら、多分またノーマルエンド行くと思うんだよね、抱きしめるをすると。なので多分どうなるんだろう。別のエンディングになるの。てんてんてんだと多分確実に別の方行くと思うんだ。だから先にこの抱きしめるをやろうと思います。うん、抱きしめる。あ、スチル来た。会えてよかった。いいね。あ、いいじゃない。私もグッドエンド感すごいけどね。さ、ここから脱出しよう。うん、ですよねですよねと思ったけど、アスタも真相不明。セーブしますか。一応しとこう。はい、
ノーマルエンドのエピローグを見ますか。さっきと一緒かな。あ、一緒だね。おそらく一緒だね。一緒なので飛ばしますか。チュー。あー、うーだよね。オッケー。じゃあ多分全部一緒だね。じゃあ帰ろう。はい。はい、ということでお次やっていきましょう。続き、なんだろうね、このアナザー H っていうのが出てるからね。じゃあ続きから、10からだよね。で、てんてんてん選ぶよ。進むくん、私だよ、はるかだよ。ここではるか、はてなってやってるんだよね。本当にはるかみたいな。開けて、ありがとう、進むくん。どうしたの。行くよ、じゃあ。てんてんてん。これがグッドなのかな。でも、バッドないな。悪い方向に行くって言ってたよね。どうなんだろう。とりあえずじゃあ、てんてんてんで。どうしちゃったの、進むくん。あ、出た。あんた誰だ。あんた誰だ。あんた誰。え、はるかだよ。忘れちゃったの。はるか。そうだよ、進むくんの彼女のはるかだよ。俺の彼女ははるかって名前だけど、君じゃないよ。見た目が全然違うし。てんてんてん。そうだ、早くはるかを助けに行かなきゃ。ちょっと通してもらっていい。てんてんてん。君も早く逃げた方がいいぞ。また失敗か。プス。え？ああ！例の主役、あんま聞いてないみたいだから。あ、いい顔してんな。ひとまず、これで眠っといてくれる？そうだ。この声、あの時のナズナちゃんじゃん、やっぱり。え、じゃ、もしかしてこっちがはるかちゃんってこと？違うか。あ、そうだ、はるかちゃん、私失敗しちゃった。え、待って待って、チャーハン、チャーハンさ、覚えてる？みんな、まず髪の毛入ってたっしょ。で、爪が入ってたでしょ。目が入ってたでしょ。手腕でしょ。え、そういうこと。え、進むくん、もうステージ4には達してるはずなの。ステージ4ってかろうじて言語能力が残ってるような状態だよ。私がはるかちゃんになり変わるなんて簡単だと思ってたのにな。この脱出ゲーム自体は楽しかったけど、計画は失敗しちゃった。いろいろ協力してもらったのにごめんね。てんてんてん。あれ、はるかちゃん、生きてる？協力したんだから、約束通り、進くんを解放してあげて。よかった、まだ生きてた。私ね、もう少し頑張ってみようと思うの。進くんがステージ5に達する前に、もう少しだけ。あのね、進くんをステージ5にしなくても、私がはるかとして認識してもらえれば愛してもらえるの。だから
はるかちゃん、その顔、ちょうだい。はるかちゃんの顔のね、皮膚を剥ぐの。それを私がかぶるの。そしたら私はもうはるかちゃんそっくり。はるかちゃんそのものになれるよね。いいよね。ね、ね、ね、ね。もちろん協力してくれるよね。ね、ね、ね。狂ってる。すむくん、ごめんね。私はここまでみたい。これバッド、うひょー、バッドエンド失敗。やべえ、やべえやつだこれ。エンディングはバッドエンド、ノーマルエンド、トゥルーエンドが存在します。セーブしますか。はい。あれ、セーブできなかった今。バッドエンド用のエピローグ見ますか。見ます。でもセーブ間違っちゃったハスター、バツボタン押しちゃった。うまくいかなかったのね。え、待って、あれ、ハスターこの子知ってる気がする。あ、違うの、あのこの作品じゃないんですけど、実は同じ作者さんのあのゲーム実況収録してて、え、知ってるよこの子ハスター。あ、でもネタバレなるからちょっと言わないでおこう。はいはいはい。誰、どなた。うまくいかなかったのね。プラン A もプラン B も失敗。残るはプラン C のみだけど、あの子があの状態では…てんてんてん。ねえ神様、あなたならこの結末を変えられるんでしょ。あ、ハスターが神様の、まあ邪神ですけど。例えばそう、あの時どうしたの、ぼーっとしちゃって。抱きしめる胸を揉むてんてんてんね。あの男の子が別の選択をしていれば、きっとあの子は幸せになれていたはずなのに。あの子っていうのはナズナちゃんのことでいいのかな。ナズナちゃんビーキの子、ビーキなのかな。あの子が、あの子だけが幸せな結末、その結末に変えてくれないかな。え、もう見たよ。でもノーマルだったよ。進むくんやばかったよ。だからハスタ別の結末が見たいな。別の結末とかないのかな。どうでしょうか。その結末が許されないなら、はるかちゃんに力を貸してあげて。はるかちゃんに。モニターを返して見てたけど、すごく惜しいところまで行ってたもの。彼女ならきっとこの結末を変えてくれるわ。タイトル画面のアナザー H からはるか視点でのゲームプレイが可能となります。あ、そういうことか。アナザーはるかってことね。あの子の心が壊れてしまわないように、神様どうか。あの子ってナズナちゃん、へえ、お姉ちゃんかな、もしかして。ふひょ、いい笑顔だな、おい。いい笑顔だな、おい。はい、ということで、とりあえず本日、ノーマルエンディング2つとバッドエンディング1つを見ました。次回、アナザー H からやっていこうかなと思います。うわー、ちょっとハスタ、最初のノーマルエンド見た時に結構気づいちゃったけどね。ナズナちゃん、なんか明らかにこうさ、言動というか余裕しゃくしゃくすぎたもんね。あと初めて出会った公園っていうのもすごい引っかかったんだ、ハスタ。実ははるかちゃんとヤバイ川にさ、デートに行ってたじゃない。そのことじゃなくてさ、初めて出会った公園の話してたからめっちゃ気になっちゃった。いい笑顔だね。
ハスタもいい笑顔にしとこう。あはこれはすごい、いいんじゃないダブルヤンデレみたいになってるけど、まあそんな感じで、はい、次回もまたお楽しみに。次回こそはすすむくんとはるかちゃんが救われるエンド見たいね。ということで頑張っていきますので、ぜひまたご視聴くださいませ。今回のこのゲーム実況面白かったよって思ってくださった方は、ぜひぜひ高評価ボタンをポチッと押していただければ嬉しいです。そしてまだこのハスタチャンネル登録してないよっていう方、ぜひぜひ登録していただけたら嬉しいです。通知が届きますよということでね、よろしくお願いいたしますね。ではでは、本日もご視聴ありがとうございました。いやいやハスタ、オーマイハスタでした。バイバーイ。次も見なきゃ皮を剥いじゃうぞ。あー。